免許がなくなる。大阪のど真ん中でちょっと信じられない交通事故が起きちゃいましたね。その原因が糖尿病性の低血糖なんだとか。6月30日午後4時頃、大阪市中央区の御堂筋八幡町交差点でワゴン車が一方通行の道路を逆走し乗用車に正面衝突した。ワゴン車はその後方向転換して御堂筋を横切り、横断歩道付近で自転車に乗っていた32歳の女性を跳ね、停車中のトラックにぶつかるなどして止まった。男の家族は同署に対し、糖尿病の持病があり、インスリン投与で低血糖になることがあったと話している。低血糖になると意識が薄れることもあり、同署は事故との関連を慎重に調べる。心斎橋と難波との中間地点、大阪南のど真ん中でのことです。先日のツイキャスで、運転免許の更新ができない理由の一つに、低血糖症があるという話がありました。そこで、道路交通法を確認してみましょう。道路交通法施行令において、免許の拒否または保留の事由となる病気として無自覚性の低血糖症があります。ご存知でしたか？また栃木県で2012年から13年にかけて糖尿病患者303人を対象にした調査によると、1割の30人が運転中に低血糖症状になったことがあり、うち5人が事故を経験したと回答したとのことです。糖尿病じゃないから大丈夫なんて思ってませんか？運転中や運転前にこんなの飲んでるあなた、お気をつけください。缶コーヒーとか栄養ドリンクとかそういう系は血糖値を乱しますからね。ぜひチャンネル登録お願いします。動画の下に登録のリンクを貼っておきますので、そちらの方をクリックしてください。ではまた。